はい、こんにちは。今日はですね、ウクライナ情勢についてお伝えしてまいります。まずはニュースを読んでまいります。アメリカ、キーウに特殊部隊派遣を検討、大使館警備。アメリカ軍とアメリカ外交当局者は、ウクライナの首都キーウ、キエフで業務を再開したアメリカ大使館を警備するために特殊部隊を派遣することを検討している、アメリカ政府関係者が明らかにした。この案はジョー・バイデン大統領にはまだ提示されていない。アメリカ政府関係者によると、大統領が承認すれば、ロシアのミサイルの射程圏内にある同大使館の防衛と安全確保だけを目的に部隊が配備されることになる。バイデン氏は当初、アメリカ軍をウクライナに派遣することはないと約束していた。アメリカ政府は、大使館で目立つ形で強力な警備体制を取れば、ロシアのウラジーミル・プーチン大統領を刺激しかねないとするアメリカ国務省内の懸念と、アメリカ職員への攻撃を抑止し、キーウで再び戦闘が発生した場合に職員を退避させるのに十分な兵力を確保する必要性等を検討している。キーウは正常な状態に戻り始めているが、ロシアは時折空爆や砲撃で同市を標的にし続けている。当局は大使館の警備に特殊部隊を活用することに加え、世界中のアメリカ大使館を警備している海兵隊保安警護隊の再配置についても検討している。アメリカ当局者は、アメリカが時間の経過とともに東部での戦況に応じてウクライナでのプレゼンスを拡大し、ここ数ヶ月間に流入した数百億ドル規模の武器を管理する構想を描いている。プーチン氏がキーウを掌握し、ウクライナに傀儡政権を樹立するという主要な目的を達成するのに失敗した後、ロシア軍は作戦をウクライナ東部に移した。18日にはアメリカ大使館にアメリカ国旗が掲げられた。アントニー・ブリンケン、アメリカ国務長官は、キーウに戻ったアメリカ外交官の安全を高めるために追加的措置を講じており、安全対策と関連手順を強化したと述べた。アメリカ上院はこのほど新たなウクライナ大使としてブリジット・ブリンク氏を承認したが、同氏はまだウクライナに赴任していない。アメリカ当局者によれば、外交職員の当初の人員は小規模で、職員とその家族をウクライナに戻すまでには時間と資源が必要になるとみられる。ただし、新たな外交的プレゼンスのメリットは明らかだと当局者らは指摘する。アメリカ職員はウクライナ政府に直接接触し、数十億ドル規模のアメリカ兵器の配備状況を確認するほか、ロシア軍部隊の動向を監視し、技術的支援を提供することが可能になる。より多くの情報資産を追加できることが重要だと当局者らは述べた。このように報道されております。で、この報道は重要だと思います。今回のアメリカ政府のキーウに特殊部隊派遣を検討というのは、名目上アメリカ大使館警備ということになっておりますが、このことは今後ウクライナ情勢に関するアメリカ政府の関与のあり方というものを深めていく、そうしたことの一つの契機となる可能性があると思います。で、今回のこの報道のポイントというのは5つ重要なポイントがあると思います。まず、キーウにアメリカ軍の特殊部隊が派遣されるということがもしありますと、キーウで再び戦闘が発生した場合に米国大使館の職員をですね、退避させるのに十分な兵力を確保するという意味合いにおいて大きな意味があるということだと思います。あるいはもしかするとそれ以上の意味があるかもしれません。2点目に、今後キーウにおいて米国大使館が正常に機能しだしますと、アメリカのウクライナでの存在感というものが拡大していく、そうしたことがあると思います。そしてそうした一連のことで、アメリカから供与された兵器の配備状況を確認する、そして並行してウクライナへの技術的支援を提供することができる、さらにはロシア軍の部隊の動向を監視することができる、この5つの要素というのは非常に重要だと思います。そしてこの5つの要素というのは、結果としてアメリカ軍特殊部隊が派遣されるということがありますと、キーウ防衛とウクライナ防衛に関しまして、情報提供や作戦立案など様々な局面でのウクライナ情勢において、今以上に実質アメリカ軍がですね、積極的に関与できる余地を生み出す可能性があることを示唆していると思います。もしアメリカ政府が特殊部隊をキーウに派遣すれば、ロシアプーチン政権は再度キーウに進軍することは今以上に厳しくなる、そうした情勢に直面する可能性が高いと思います。あるいはキーウに対して何かですね、 NBC 兵器のようなものを使うといったようなことも事実上できない、そうした情勢も出てくるのではないかと思います。こうした中、ウクライナ勝利の具体的なシナリオが見え始めてきたとの報道があります。一部のアナリストは、ドンバス地方での現在のロシア軍の攻撃に耐えることができれば、ウクライナ軍は今後数週間のうちに反撃を強化し、
今回の戦争は重大な局面に入ると予想している。非常に士気が高く武装が整い、戦術に優れたウクライナ軍がロシア軍の弱点をついてきた。ロシア軍は兵たんが弱く、作戦のさまざまな要素を調整するのに苦労してきた。装備が貧弱で訓練が行き届かず、一部地域では士気の低さに苦しんできた。西側の分析によると、ロシア兵に推定何万人にも上る犠牲者が出る中で、将校クラスの弱体化は深刻だ。イギリス王立防衛安全保障研究所のマイケル・クラーク元所長は、ロシア軍の規模はウクライナでの限定的な目標を達成するのにさえ小さすぎると指摘する。ロシア政府にとり、より長期的な観点から重要な点は、兵士の徴収がうまくいくかどうか、そして正規軍に15万人から18万人の新たな兵士を追加できるかどうかだと見られる。訓練を施す必要があることを考えると、新たに徴収された兵士は年末近くまで戦地に到着しない可能性が大きい。戦争に関する西側の大方の分析によると、ロシアのプラン B、 東部と南東部に兵力を集中させ、ドンバス地方で拠点を拡大する計画の進展は、ロシアが期待していたよりもはるかに遅いようだ。ロシアはウクライナ軍を包囲する計画を立てているようだが、それは達成不可能との見方もある。一方、西側諸国の長距離砲 M777 やその他の兵器も戦闘に投入されている。アメリカ国防総省は、こうした兵器がすでに戦況に変化をもたらしていると指摘している。西側の情報当局者は、ロシア兵によるかなりの戦闘拒否を指摘しているほか、キーウでの戦いで打ちのめされたロシアの部隊が練度の低い新兵とともに戦闘に再投入されているとも述べている。イギリスの国防情報当局は、チェチェン共和国出身の戦闘員などの補助的な部隊の利用により、ロシアが部隊をまとめ上げることが一層困難になっていると話す。アメリカ・ワシントンにある超党派の政策調査団体戦略国際問題研究所 CSIS のエリオット・コーエン氏は、現在少し過小評価されている可能性があるのは、ロシア軍の真の崩壊を予想するシナリオだと思うと述べる。これには幅広い戦闘拒否、無許可の離隊や無秩序な交代が含まれる可能性がある。コーエン氏は、そうしたことがなくても戦争の結末はロシア政府に影響を及ぼす公算が大きいと指摘。根本的なレベルでロシアのウラジーミル・プーチン大統領はすでに負けていると思う。個人的には、彼が極めて長期にわたって権力にしがみつく姿を想像しにくいと語った。このように報道されております。ロシアプーチン政権によります、この大義も正義もないウクライナ侵攻が開始されてからほぼ3ヶ月が経過し、ロシアプーチン政権としては想定外の長期戦ということになったことで、兵力の損耗ですとか、あるいはですね、一部報道によりますと従軍拒否ですね、そうしたことが増えて、現状ロシア軍は深刻な兵士不足と直面しているとされます。イギリス国防省は15日に、ロシア軍が2月にウクライナへ侵攻を始めた際に投入した地上戦力の3分の1を喪失した可能性が高いとの分析を示しております。戦力の損耗率がですね 30% を超えると、軍隊としてはこの組織だった機能を維持するというのは非常に厳しくなると一般論として言われております。こうした中、ロシアでは次のような動きがありました。ロシア下院は20日、志願兵の上限年齢を撤廃する法案が提出されたと発表。下院のウェブサイトはこう説明する。上限年齢の撤廃によって、ロシア軍は年配の専門家の才能を活用することができる。精密誘導兵器などを扱うには高度な専門家が必要。経験上、そのような専門家は40歳から45歳が多い。また、民間の医療従事者やエンジニアなどのリクルートも容易になる。理由をいろいろと挙げているが、詰まるところ上限年齢の撤廃は兵士不足が原因とみられる。ロイターの報道によると、欧州のアメリカ陸軍元司令官ベン・ホッジス退役将軍は、明らかにロシアの人々は困っている。上限年齢撤廃は国内世論を刺激せずに、人手不足を解消しようとする新たな試みだが、クレムリンがウクライナでの失敗をごまかすのは難しくなっていく、と語ったという。国民は薄々、戦況の行き詰まりを感じているのだ。軍事ジャーナリストのセラ氏はこう言う。攻撃側のロシア軍は守る側の3倍の兵力が必要です。本来なら戦場へ送られることのない年配者まで動員せざるを得ないほどに兵士が足りないということです。この先も戦争が続けば、死傷兵や従軍拒否者は増えていきますが、兵士を補い続けることは不可能です。早晩ロシア軍は後退を余儀なくされるでしょう。このように報道されております。こうして様々なニュースを俯瞰的に見てまいりますと、全体の戦局の流れというのはウクライナ軍側に傾きつつあるように見えます。
そしてこうした情勢が国際社会はロシアプーチン政権に対し先手を打ち始めています。スウェーデンとフィンランドは15日北大西洋条約機構 NATO 加盟を申請すると発表しました。かつイギリスはウクライナの隣国モルドバに NATO 水準の武器供与を検討をしていると報道されております。さらにはウクライナの西部領空に NATO 側の偵察機が飛行して東部のロシア軍の動きをリアルタイムで監視、ウクライナ軍と情報を共有していると報道されております。またですね、デンマークが地対艦ミサイルハープーンをウクライナに新たに提供へという報道もありまして、さらにはイタリアやギリシャ、ノルウェーやポーランド、デンマークなど計約20カ国がウクライナへの新たな軍事支援を打ち出したとされます。つまり現状アメリカ、イギリス、NATO、フィンランド、スウェーデン、イタリア、ギリシャ、ノルウェー、ポーランド、デンマークなどの一連の対応でロシアプーチン政権の動きは封じられ始めているように見えます。で、このデンマークによりますハープーンの供与というのは非常に重要な意味合いを持ってくる可能性があります。現状ウクライナメディアによりますと、ロシア軍は現在南部オデーサ沖などの黒海海域に約20隻の艦艇を展開し、海上輸送路を封鎖していると報道されています。ロイターはハープーンの供与について、ウクライナ側が海上封鎖を解き穀物輸出などを再開できる可能性につながるというふうに伝えております。こうした情勢の中、ウクライナ侵攻から3ヶ月が経過しようとしている中ですね、ロシア軍の士気低下、損耗が拡大するにつれて、ロシア国内における厭戦的雰囲気が広がりつつあるとの報道があります。ロシア軍に責任転嫁と隠蔽、横行化、侵攻長期化、厭戦解消に不信。ロシアのウクライナ侵攻開始から3ヶ月が近づき、プーチン政権は国民に厭戦気分が広がらないよう不信している。米欧などの経済制裁により物価が上昇し、国民生活に痛みが広がってきた。政権内部では勢力バランスに変化が起きているとの見方も出ている。米欧の経済制裁により、モスクワのスーパーでは欧州からの輸入品が減った。玉ねぎや人参などの野菜は 1.5 倍程度値上がりした。ロシア統計局が発表した4月の物価状況によると、乳製品は前年同月比で約 1.2 倍に上昇、洗剤類や家電は同約 1.3 倍と、物価高は食品以外でも続いている。輸入販売業のラリーサさんは、生活は不便になり不安も大きい、早く作戦括弧侵攻は終わってほしいと嘆いた。一方、プーチン氏が国内の安定維持のため重視する軍や治安機関でも地殻変動が始まっているとの指摘が出ている。軍部も失敗が相次ぐ。イギリス国防省は19日東部ハルキウ、ハリコフを攻略できなかった司令官や機関モスクワが沈没した黒海艦隊の司令官が相次いで更迭されたと指摘し、責任転嫁と隠蔽が横行しているとの分析を示した。約3ヶ月に及ぶ戦闘では10人以上の将官が戦死したとされる。調査報道で知られる記者アンドレイ・ソルダトフ氏とイリーナ・ボロガン氏は内部情報に基づき、プーチン氏が3月下旬に軍事作戦の目的を首都キーウ、キエフ攻略から東部ドンバス地方の全域制圧に絞ったことへの不満が軍に広がっているとの分析を発表した。このように報道されております。で、今回のこのウクライナ侵攻で特徴的なことというのはですね、このプーチン大統領が軍や情報機関の高官たちを次々と罷免ですとか拘束などしていることです。普通ですね、軍事作戦の最中にこういうことをしますと軍の不満が表面化したり士気が低下するのではないかといったことが懸念されると思います。しかしやはり現状プーチン大統領は、プーチン大統領自身が始めたこのウクライナ侵攻が失敗に終わる可能性が高まる中、その責任を自らが被らないようにするためにプーチン大統領自身が必死である可能性もあると思います。で、独裁的な権力者というのはですね、自らが行った行動についてそれが首尾よくいけば自らの手柄、そしてそれがもし問題があれば他にスケープゴートを探して、そのスケープゴートに権力を使用して責任転嫁ということを行う、そしてその結果自らの正当化を図る、まあ、そうしたことがですね、過去さまざまな歴史を見ても例としてあったと思います。ロシアプーチン政権はまさにそうした悪循環のループに入りつつあるように見えます。プーチン政権内の異変を指摘する人物がいる。オランダに拠点を置くオープンソースジャーナリズムベリングキャットのクリスト・グローゼフ氏だ。グローゼフ氏によれば、プーチン政権の軍治安機関上層部はこれまでプーチン大統領の庇護のもと汚職などで私腹を肥やし法を超えた特権を得てきていたが、それが今回のウクライナ侵攻によって
ことごとく失われてしまう恐怖と不安に直面しているという幹部の間では悲観論が広がっているとグローゼフ氏は言う。国防省や FSB の上級将校たちは勝機を得るためには全てのロシア国民を戦争体制に引きずり込む国民総動員が必要だと考えている。しかしそれをやればロシア社会が暴発しかねないため、プーチン大統領が総動員体制を敷かないことも分かっている。だから彼らの間には悲観論が広がっているのだ。そして最も深い不安を抱えているのが、皮肉なことにプーチン大統領の出身母体である諜報機関なのだという。最もたくさん正確な情報を持っている部署のエリートが最も不安を感じている。つまり GRU 参謀本部情報総局と FSB の幹部だ。 FSB はロシア側の死傷者の正確な数を知っているし、戦死者や消息不明者の母や妻たちからひっきりなしに軍検察や FSB に手紙が届いていることも分かっている。これがコントロール不可能なことも理解している。このエリートたちは現政権が危険水域にあることを知っている。彼らの中には家族を国外に出したりして自分たちの将来を守ろうという動きも始まっている。汚職で得てきた大金をドルやユーロに変える人もいる。彼らはプーチン大統領のイデオロギーに従っていないのだから、このこと自体がすでに反逆行為の始まりと言えるだろう。ロシア外交官が辞職、ウクライナ侵攻を痛烈批判。スイスジュネーブにあるロシア国連 UN 代表部のボリス・ボンダレフ参事官が同国のウクライナ侵攻に抗議し辞職した。これほど祖国を恥じたことはないと述べている。 AFP はボンダレフ氏がジュネーブに駐在する各国の外交団に送付された書簡を入手。同氏はその中で外交官としての20年のキャリアに終止符を打つと表明した。同氏はロシアのウラジーミル・プーチン大統領に言及し、プーチン氏がウクライナに対して、さらに言えば西側世界全体に対して仕掛けた侵略戦争を非難。この戦争を企てた者たちの目的はただ一つ、永遠に権力の座にとどまり、宮殿に住み、総トン数と費用でロシア海軍全体に匹敵するヨットに乗り、無限の権力と完全な免罪を享受することだと糾弾した。外交筋によれば、3ヶ月前のウクライナ侵攻開始以来、ロシアでは複数の外交官が離職。だがボンダレフ氏ほど声高な批判を展開した外交官はこれまでおらず、同氏の辞任に対しては西側諸国や人権団体から称賛の声が上がっている。このように報道されております。そしてこうした中、重要な報道がされました。プーチン大統領は来年引退、政権も瓦解か。元 MI6 長官、 MI6 イギリス情報部国外部門のリチャード・ディアラブ元長官は5月19日、ロシアのウラジーミル・プーチン大統領は健康問題により来年までに国家指導者の座を降りるだろうと述べた。彼は2023年までに表舞台から去るだろうと私は思っている。多分療養施設に入るとディアラブ氏はポッドキャストの番組のインタビューで述べた。プーチン氏は現在69歳、施設を出てロシアの指導者として再び姿を現すことはないだろうとした上で、ディアラブ氏はそうなればクーデター抜きで事態は動くと述べた。またディアラブ氏は西側諸国からの対ロシア制裁やウクライナ侵攻、そして現在のロシア軍の戦いぶりを背景に、ロシア現政権が今後12ヶ月から18ヶ月のうちに瓦解するかもしれないと述べた。元 MI6 職員のクリストファー・スティール氏も先頃、プーチン氏が治療のために会議を中座したと語った。テレビでも放映された安全保障会議は1時間程度続いたと思われているが、実際には数回のセクションに分けて行われたとイギリス LBC ラジオの取材に対しスティール氏は述べた。プーチン氏はセクションの合間に外出し何らかの治療を受けた。またスティール氏はプーチン氏は移動の際常に医師団を伴っていると述べた。プーチン氏の病気でロシアの統治には深刻な影響が出ているとも語ったが、その根拠については触れなかった。ロシア政府内での混乱や混沌の度は増している。プーチン氏の病気は重くなっており、彼が明確に政治を統率している様子も見当たらないとスティール氏は述べた。このように報道されております。この MI6 のリチャード・ディアラブ元長官の指摘は重要です。こうして様々なニュースを見てまいりますと、アメリカ政府がキーウに特殊部隊派遣を検討していること、ウクライナ勝利の具体的なシナリオが見え始めたこと、ロシア軍の深刻な兵力不足、 NATO、 アメリカ、イギリス、ヨーロッパ各国などがウクライナへの軍事的支援などを含めて関与を深め、プレゼンスを大きくしていること、ロシア国内に見え始めた厭戦的な雰囲気、元 MI6 長官などによるプーチン政権の異変を指摘する声、
こうした6つの要素が見えてくると思います。ロシアプーチン政権はこの大義も正義もないウクライナ侵攻の失敗により、その政治的な挫折と直面しつつあるように見えます。今後ウクライナ情勢の注目点は2つあると思います。昨日の動画でもお伝えしましたように、ウクライナ軍がウクライナ東部情勢においてロシア軍の補給路を断つ作戦をどの程度の規模でいつ頃までに成功させられるのか、2点目はウクライナ軍がウクライナ南部の要衝ヘルソンで今後反転攻勢を強めることでロシア軍がウクライナ東部に集中させたい戦力をウクライナ南部に移動させざるを得ないなどのロシア軍の戦力を分散させることに成功できるのか、こうした2点は注目点だと思います。もしこの2つの点について今後ウクライナ軍が作戦として成功しますと、ウクライナ情勢はウクライナ軍勝利ということに向けて大きく動き出す可能性があると思います。一日も早くウクライナに平和が訪れることを願っております。ありがとうございました。この YouTube のチャンネル、ネット大衆紙ブルーカラーへのチャンネル登録よろしくお願い申し上げます。また YouTube にはサブチャンネルブルーカラーラジオもございますので、そちらも Twitter と合わせてご登録の方よろしくお願い申し上げます。